さ、マジさ、思うんだけどさ、大会さとかそういうのになるとさ、なんであんな緊張してさ、どえたくそになるの？マイクラのさ、運動会でもそうだったじゃん。多分度胸が座ってないんだろうな、まだ精神的に弱ってんだろうな。なんかまたそういうのやりたいな。大会じゃない、あ、そう、でも一個企画してるからね。順調にいけば来月だから。ホリゾンタルですか？違う違う、ペコーラがただ普通にやってるやつ。全く話なんてないよ。え、マジ？ホリゾン、おい、そうや、おい、ホリゾンタルの話一度も来てねえけど。待て、ホリゾンタルって何やったっけ？そういや、そうだ、おい、ペコーラゲーム結構やってるのに、ホリゾンタルの話一度も来たことない。え、ちょっと待って、ホリゾンタル、そういや、そうだな、ペコーラ一度も来てねえぞ。やりたいわけじゃないけどさ、一度も来てないってどういうことだよな。せめてちょっと一回くらいは声かけてくれば断る可能性大だけど。ゲームによるけど、いやでもね、バロラントとかペコーラはやったことないからね。まあ、多分やった人たちに声かけてんだろうな。だから10月のやつは別にホリゾンタルじゃなく、ペコーラがただやるっていうだけ。ペコーラ企画。運営が入ってるわけじゃない。ペコちゃんがただやりてえなと思って、声かけて、で募って、みたいなやつだ。今んとこ FPS だけ。じゃあダメだ、ペコーラの出る幕はね。FPS は嫌だ、 FPS まだいいのかよ、 FPS 嫌だ。今からエイペックスやるか、あ、アクタンと一緒にマスター目指そうかな。アクタンに教えてもらおうかな。アクタンっつって、ちょっとマスターさん一緒に行かせてくんねえかなっつって、ちょっとおんぶに抱くで申し訳ないけどっつって、マスターチャレンジ今してるから、アクタンだからペコーラも一緒にやれどうかなっつって。そう、でもやりたいけどさ、アクタンはソロだから、ソロマス目指してるから。ペコラも今からやるかな、エペ。もうムカついた今の。FPS は嫌だ、FPS は嫌だのコメントで、あれしよう、もう逆張りして、今からエペ配信24時間やります。嘘。ソロペコ耐久しようかな、ソロペコ耐久今から。あ、ダメだ、明日昼からだ。もう、しかも今日日曜だ。クソ、できねえ、クソ。タイミングあまりにも悪かった。これが次の日休みだったら、やってたのにな。もうムカついたっつって。今から、エイペックス始めます。ソラマス目指しますか？いや、目指しません。無理です。ペコーラは。できません。シルバーとかかな？そこら辺だったらいけんのかな？ FPS もしっかり練習すれば、別にいいよ。エペコーラ練習できないかも。練習も配信でやっていい？配信外でさ、その、FPS やるとさ、マジ打ち負けた時にさ、ブチ切れてさ、わーってなっちゃうからさ、だったら配信で自我を保ったままがいい。でももう今は無理や、大会は。今自分が企画してるやつとし、なんか進行中のやつあるから。手いっぱいや！勘弁してくれー！これになっちゃう。